はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルエプネシのピオタです。さあ今回もバカゲークエストをやっていきたいと思います。さあ前回までのあらすじなんですが、ナルトーン村を越えて無事こちらのね魔王城ドリアン城だっけのところまで、やってきたこのハロルドたちで、途中のところまではいい感じにやったんですが、玉座の間につながるところで強敵が見えたっていうところで、前回は終わっていました。まあバトルになるかどうかはわからないですが、多分バトルにはなるはず。ついでにね、逃げていったこいつは正気に戻っておりました。クレイスね。はい、そんな感じで、今回もやっていきましょう。こちらの動画は2024年度 A1 企画の動画となっております。企画説明に関しましては説明用動画をご視聴よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきましょう。スタート。さあということで、まあバトルはもういらないと思うんで、シャーっていきます。横はいける？お、宝箱あるじゃん。 MP ラッキョウ、こんな場所に大切に保管されてるのに MP のラッキョウ、これね、これがなんか絶対戦う必要あるだろうっていうやつでした。 HP はまあ毒の沼でね、毒の沼で回復したんで、違う、毒の湯か、毒の湯で回復したんで、どちらにせよ名前に毒って入ってるんだよな。入る感じはないけど、まあ毒と薬はね紙一重な部分がありますからね。ということで早速話しかけていきましょう。あ、もう普通に敵なんだ。スライムとスライモ、勇者 FM、 ウィンド、スライモ、ドツキパンチ、スライモ、バカゲーナイトフィーバー。あれあれあれ、弱い。今想像よりも弱かった。え、なぜだろう。決戦間近だったっていうのにあんまり緊張しない。仲間たちと一緒に冒険しているからかな。体が軽い。こんな幸せな気分で戦うなんて初めて。もう何も怖くない。絶好調だね、ハロルド。おう、友よ、この戦いが終わったらみんなでパーッと飲もうぜ。ていかん、急にやたら明るすぎるセリフ。これはもはや敗北フラグ。いかん、これはいかんぞ。鬱になるほど悲しいお話の鬱ゲーによくある上げて落とす展開ではないか。なんとかしなくては。本音はぶっちゃけ怖い、超怖い。素直でよろしい。さあということで行きましょう。おー、ドリアン城の2階、これは特にか。さあじゃあ魔法使いっぽい人がいますね。行きましょう。そこのお兄さんたち、リンゴはいかがかね。一口食べればたちまちハッピーな気分になれるわよ。多分欲しい。ハッピーで埋め尽くして、 The sweet peace また行こうぜ。さあなんか怪しいな。こんなところに果物屋がいるなんて妙だし、売り文句がきな臭い謎サプリのネット広告みたいだし。謎サプリね。ハルード、また正気度測定で見てみようぜ。毒リンゴの魔女。そんなに警戒しなくても大丈夫よ。私はただの魔王の手下さ。さあ勇者よ、毒リンゴを食べ。おうおう、全部しゃぶっちゃ、おうおう、全部しゃぶっちゃっちゃうこの人。さあ我が使い魔たちを、やっておしまい。あらほら、さっさー。さあ毒リンゴの魔女がヒョロロンと、使い魔がヒョロロンと襲ってきた。勇者 FM、 ウィンド、ストーム、バカゲーナイトフィーバー。いいね、いいよ、大関じゃ。変な踊り、ふぅ。お、よし。で、勇者 FM、 ウィンド、ストーム、尻尾アタック。さあ
これで使い魔を倒すウィンドウ。なかなかやるわね。こうなったらヤバタチェンジ。毒リンゴの魔女が真の姿になった。何これ。何、第二形態だと。不意打ち。うおいった。ぐわハロルド。強い。さあ混乱入ったね。ツッコミブレード、空手チョップ、どつきパンチ。シュークリームサンダーはあれか、マフージ食らってるからシップアタック。なんでやねん。空手チョップ、どつきパンチ。オッケー、ハルたちの勝利。16の経験値とお金を1230円ゲット。 HP チーズバーガーを手に入れた。ぐわっ、はあ、危なかった。もし打つ展開フラグクラッシャーのドラゴナスがいてくれなかったら、俺は今頃ブルブル。あんなやべえやつを部下にしてるなんて、魔王のやつとんでもねえ男だぜ。ちょっと回復しましょう。さすがにこれはちょっと、うえ、いや今かわしたと思ったんだがな。よっ、ほっ、よいしょ。いい感じにダメージを与えて、ういいいいね。あとはそのまま殴るでいけるかな。この不意打ちをひらりとかわしたらすげえかっこよかったんだけどな。はい、ナイス勝利ということで回復。不意打ちの技は強かったけど、それ以外は大したことなかったし、まあやっぱ耐久がねバカゲーに振ってるからバトル全振りって感じじゃないし。さあナイス、いい感じですね。扉入るときに A ボタンを押さなきゃいけないのは、出るときはさ、やんなくてもいいんだけど、それが必要なのはちょっとあれだよね。おっね。OK。いい感じ。あんまりダッシュするとダメだから、こっち側に逃げましたが、まあ、歩きながらだったら余裕でかわせるね。今、8分近くか。どうしよっかなーっていうのが真のあれなんですが、四天王一体倒して終わり、四天王じゃねえわ。それを倒して終わりってのもなんかあれなんで、自販機、まあこの後の展開がどうなるかでね、魔王がいたらさすがに引き返します。強敵の気配がするな。先に進む、進まぬ。じゃあ魔王の気配じゃん。敵の数少な、それしかいないってこと。そんな、今のじゃあステータスとかをちょっと、洞爺湖、ハートバッジ、闇の剣、男アーマー、腹筋ガードと同じぐらい信用度、光線銃、デコポンザーとデラックスメガネ。デラックスメガネ、確かにまあメガネつけてたけど、そういえばその他の装備品ねえな。まあじゃあ一旦早いですが、今回ここまでにしておきましょうか。次はここの強敵の方からやっていきましょう。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。